よしおさん、コメントをドラクエ風に。リノッカさん、メッセージに引導枠がついた、わら。よしおさん、ちょい飲み物を。アルミラージさん、えいなる F 明け離席中やめろ。好きあらば下ネタだな。下ネタじゃねえよ。下ネタじゃねえから。とりあえず大変だ。なんかちょっとサイズが違ってるんで、まあいいや。後で直そう。もう昨日寝ぼけながらやったからね。ダメよ。まあいいや。ふう、とりあえずはリノッカさん、ね、うまい。今日は字幕なし。え、字幕入ってないですか。あ、下のところですか。下今入れました。リノッカさん、あった。下今入れました。気がついて入ってなかったんで、違うわ。違うわ。何でしたっけ AFK って。この間聞いた記憶があったんだけど。でちょっと やってたら全然寝なくて3時ぐらいまで。アルミラージさん、読まれないかな。え、読まれるかそんなの。読んでたらそっちの方疑うわ。職業も変えたから、あとは鍛えるだけかな。はぐれメタルの悟りもやっといて、昨日のところまでやったんで、なんとでもそれ30分ぐらいで終わっちゃった。なんか昨日90分ぐらいやったな。枠いいでしょこれ。ドラクエ風の枠、なんか調べてたらこんな枠があったから。ちょっとリノッカさん、昨日はレベル上げもやってたしね。あ、そうですね、そうですね。でもレベル上げもそこそこ上げたんですよ。このぐらいかな枠が。そうだね、このぐらいどっけな。あれ、リノッカさん、枠の感覚は狭められる。全小部さん、こんばんは。んこそば。アルミラージさん、そしてセーブせずリセット。あ、全神戸さんこんばんは。あ、とりあえず、リノッカさん、アルミラージコウスケさん、全神戸さんこんばんは。ミヤポンさん、あ、ミヤポンさん、待て込みてた、バンワー。枠の幅はね、ちょっとわかんない。枠って、このコメントの枠できると思うんですけれども、ちょっとね、俺も不慣れだから、もうちょっとあれ、でも、リノッカさん、コメントの枠、全小部さん、いつものメンバー、わら。全小部さん、ドラクエ調。そう、ドラクエ調。でも、これならもうちょっと大きくした方がいいんじゃない。画面の方を大きくしたいってこと、どういうことなんだろう。感覚が狭めるリノッカさん、大きさは同じで感覚だけ狭めるとか。それはね、できないかもしれない。さすがにフリーのソフトなんで。全小部さん、コメントの感覚では。あー、多分それはね、ちょっといじれない。リノッカさん、できないなら OK。 あ、了解でーす。ちょっとなんかバランス悪い気もするな。もうちょっとか。アルミラージさん、商店いつものイカれたメンバーを紹介するぜ。メタル調。メタル調？
そういえばね、あれよ、もう OBS がね、調子悪かったのよ。もうクリーンインストールしたらさ、トラブルが全部なくなった。ミヤポンさん、ジャッキーチェンの世界でした。マツコ、ジャッキーチェンの世界なんだ。鹿島さん、こんばんは。あ、鹿島さん、こんばんは。もうね、OBS となんか噛み合ってなかったのよね、なんかソフトがね。だからもう一回やり直したら、もうトラブルが全くなかった。もう100発100中よ。ここの頃あれよ、なんかログインするの30分くらい。赤いジャッキーか。赤いジャッキー。ペスカニだっけ。ペスカニ。オッケーオッケー。アルミラージさん、新宿ジャッキー、ミヤポンさん、デモーションキャプチャーやってる人出てきてて、モンハンワールドの撮影シーン出てきて、お、ってなりました。わら、リノッカさん、香港じゃ嫌われ者。赤いジャッキー、あー、裏切り者だよね。昔はね、なんかお父さん、なんか、香港のね、超有名人みたいな感じで、地元の誇りだったのにさ、お父さんがあれでしょ、共産党のスパイだったんでしょ。で、それをした途端、なんかあれだよね、急に向こう側の、そう、赤いになっちゃったんだよね。赤い狐、緑のタヌキ、アルミラージさん、おい、これすら読まれないのかよ。ん？まあね、政治的やつはね、読まれづらいよね。あとアルミラージさん、国名すら NG ワードかよ。ミヤポンさん、新宿ジャッキーさんとブンブン丸さんを生で横浜ジョイポリスで見たことあります。あ、そうなんですか。ブンブン丸さんわかんないけど、新宿ジャッキーさんは有名だよね。あれでしょ、なんだっけ、バーチャファイターの人でしょ。小田原のザンギーって名乗ってた昔。ザンギーフ使い。ミヤポンさん、そうです、バーチャファイターのプレイヤー。アルミラージさん、中国ハヒミダワードと同列するグーグル。まあね、そういう扱いなんでしょうね。あー、もう OBS 入れ直したらすごいストレスがない。ブンブン丸といえば野球の池山。ほんとよかった。あ、そうだ、チャモロあれだ、ハッスルダンスできるようにしたかったんだ。なんかちょっと今日考えて、小部さん懐かしいな。ブンブン丸、わら、ブンブン丸さんって知らないんだけど。次のタイミングでいくか。誰か、ミヤポンさん、ジャイアントスイングしまくる人、ブンブン丸。あー、そうなんだ。あー、アルミラージさん、チャッキー、ホラー。チャッキーじゃないね、なんかプロレスラーウルフだったっけかな。あれがジャイアントスイングしたっけ。ちょっとあんまり覚えてないんだけど。チャーロー、踊り子、遊び人、スーパースターか。道が遠いね。ミヤポンさん、そうそう、ウルフ名前出てこなかった。あ、わら、なるほどなるほど。稲群グワチャンネルさん、ソニーのマイク10センチくらいで話さないと声拾ってくれません。稲群グワチャンネルさん、あ、こんばんは。あ、稲さん、こんばんは。でもあれですよ、このマイクも割と20センチぐらいで話さないと声、小さい小さいってみんなに言われてましたよ。アルミラージさん、ウルフ、千代の富士、千代の富士、懐かしいね。
千代の富士生で見たことある。両国のあたりでタクシー止めてた。アルミラージさん、天ぷらさん、こんちゃ。天ぷらさん上がっちゃったからね。リノッカさん、イナグングワチャンネルさんも短くした方がいいんじゃない？イナグングワチャンネルさん、マイクアーム派必須ですかね？マイクアームは必須ですね。イナグンさん、こんばんは。イナグングワさん、名前どうします？皆さん、結構名前長い場合に略称にしてるんですけど、棒読みちゃんに登録すると略称は登録できるんですよね。なんでちょっとご希望言ってもらえればすぐ登録しちゃいますんで、イナグングワさんがいいですか？イナさんがいいですかね？グングワさんがいいですかね？アルミラージさん、イナグングワは沖縄で聖なる肘掛けって意味だからな。ハルさん、ヘチコンちゃんのんのぬんぬ、イナグングワチャンネルさん、こんばんは。短くしてもらえるならそれでよろしくお願いします。イナで、ハルさん、はい、アルちゃんもふもふ、アルミラージさん、ハルさん、イナグングワ、イナグングワ。ハルさん、こんばんは。イナさんね、モニターアームね、ランプみたいなやつあるじゃないですか。ああいうやつがいいと思いますよ。ランプっていうか、なんだろう、本当にアーム。こないだなんかアマゾンのセールで800円ぐらいで買ったやつがすごいいいんですけど、割とセールの時にすごい安く買いました。ハルさん、アイワンネイアイナブヤアランドー、イキガヤイビン。わかんねえよ、意味が。アルミラージさん、イナはイナグングワを覚えました。ちょ、意味ねえじゃねえかよ。略称にしたのに消去して消去。イナグングワグングワチャンネルさん、皆様に少し知っていただけて嬉しいです。マイクアーム1500円くらいでは見つけたのですが、それは安いですね。ケイケさん、こんばんは。ワンでしたから、ね、アルミラージさん、これでイナグングワグングワさんをイナグングワと短くしてもイナグングワグングワさんになります。リノッカさん、さらに長くなるな、わら。長くなった。ケイケイさん、こんばんは。ケイケさん、すごい。ちなみにあれ OBS 全部入れ直しましたよ。もう不具合連発だったから。イナグングワグングワチャンネルさん、笑い。すげえ投げ。ケイケさん、右下背景派なんですか？背景は海賊船の中です。アルミラージさん、ハルさん、共感します。ほんそれ。ついでにあれですよ、ちょっとさん、海賊船。そうですね、海賊船の中で。ケイケさん、すんごーい。アルミラージさん、ロマサガの連携技名みたいでいいじゃねえか。すごいよね。で、会話の枠のところも新しくしました。ドラクエ風に。この犬の帽子派なんですか？これ、海賊船の、あれ、キャップ。なんだ？ハルさん、ハイサイ、イナグングワグングワーさん、ワンネイウチナアンチュヤブプ、ユタシクヤーサイ。意味がわかんねえよ。意味がわかんねえよ。帽子のサイズがなんかちょっとでかいよね。ケイケさん、キャプテンハット、すごい、素敵。いい、アルミラージさん、そうだそうだ。あれ、どっか行っちゃったな。これじゃねえか。あ、これだ、これだ。ちっちゃくしといた。イナグングワグングワチャンネルさん、わー笑い、身がわかりません笑い。ミヤポンさん、靴
かぶってるのかと思った。わら、じゃないよ、海賊の帽子よ。今日歯にした猫以外素敵。猫が中心、猫が中心。でん、小部さん、今軍部はいいな、軍部はいばー、けー、けさん、今日のその猫みたいな軍部はのアイコンにすればいいのに。軍部はのチャンネル、いなになると軍部はなっちゃうんだね。見たいなで、いなで反応しちゃったよ、ぼよみちゃんが。いな軍部は、軍部はチャンネルさん、沖縄が好きで毎年妻と行ってたんです。長女が生まれてから14年ほど行けてません。行きたいです。あ、そうなんですか。わしも沖縄大好き。けい、けさん、稲軍部割り寿司。わけわかんなくなっちゃってる。あー、とりあえずもう OBS の調子が良くなったからすげー助かる。設定さ、1からもう1回立ち上げだったからさ、変かと思ったらさ、ハルさん、アギジャビヨイ、右側沼木今ややデイジユンタクルソーナー。何の会話かわかんねえよ。全然意味が通じない。アルミラージさん、いな、お、忘れました。アルミラージさん、リズシ。ケイ、ケさん、今日の背景と犬、素敵。犬じゃねえ、皆さん、犬じゃねえから。私は愛媛です。皆様来てください。一泊で十分楽しめます。顔、アルミラージさん、リズシうめえよな。リノッカさん、稲軍部は、稲、を、覚えました。ハルさん、稲軍部はさん、またうちなあん海面総利用。ワッターやマッチョ運動。わかんないよ、意味がわかんないよ。本物はわかんないね。なんかさ、あの OBS のさ、なんかゲーム配信するのに設定をさ、 YouTuber の方が説明してるさ。リナチャンネルさん、すげ、本物だね。ケさん、今日は何しるんですか。何しるんな、何をするんってこと。今日はレベル上げです。とりあえずあの食熟練度上げですね。あのダークドレアム出現の、アルミラージさん、愛媛と言ったら宇和島よ。愛媛は好きよ。リノッカさん、稲軍具は、お、忘れました。もうどうなってんだか俺分かんなくなっちゃってるんだけど。ケイ、ケさん、ドレアム倒すんですか。ドレアム倒します、倒します。宇和島みかん、リノッカさん、稲軍具はチャンネルは、稲、を、覚えました。稲さん、オブス難しいです、マイク設定とか。あー、でもなんかね、もう一回再設定したんですけど、いじんなくて大丈夫っすね、これ。なんか今オートモードみたいな初期設定があるみたいで。宇和島鯛めし美味しいですね。けさん、今日は神奈川は暑かったですか。今日暑かったね、汗だらだらだったわ。今短パン T シャツよ。むちゃくちゃ暑かった。ミヤポンさん、訂正しようとエディタで売ってたらリノッカさんが早かった。わら、リノッカさん PC でやってますからね。アルミラージさん、タイヤジャコテンヤで。リノッカさん、熊谷派もっと暑いけどね。あー、そうですね、熊谷ね。けさん、明日も暑いんですってよ。はるさん、タイ美味しそう。明日は家で会議だ。外じゃないからいいや。会議の隙間に走ってこよう。ベッテンコさん、外、お疲れ様です。あ、ベッテンコさん、お疲れ様です。見てください、ドラクエ表の吹き出しにしました。アルミラージさん、愛媛と言ったら松山坊ちゃんスタジアム。そんな名前なの。けい、けさん、
大腸検査派まだですか？まだですね、6月の後半になっちゃいました。皆さん、私派松山なので観光派楽しめると思います、ご案内いたします。みやぽんさん、家族会議ですか？家族会議じゃねえよ。何かしでかしたんですか？普通に会議だよ。べってんこさん、めちゃかっこいい。アルミラージさん、夏目漱石の坊ちゃんやろ。松本漱石の坊ちゃんのはわかるんだけど。けいけさん、会議もその犬のキャプテンハットかぶってするんですか？かぶんねえよ。春さん、ぶっといカメラを希望したんですよね。ぶっといカメラを希望した。ぶっといのやめて、ぶっといのやめて。けいけさん、これアイコンにすればいいのに。これアイコン？ああ、でもね、うちのね、あの飼ってた猫がアイコンなのよ。昔ツーリングで道後温泉行ったな。道後温泉。皆さん、坊ちゃんスタジアム知ってるとは？アルミラージさん、愛媛の文豪やぞ。夏目なめなめ漱石。だから、よくそれ読んでもらったね。夏目漱石知ってるよ、愛媛。で、あれ、教員でなかったね。高3のアルミラージといいアイコンになるのに。ミヤポンさん、スライムキング仲間になりませんね。そうそう、全然ならないのよ、スライムキング。道後温泉も企画です。せっかくね、魔物使い蜂連れてんのにさ。アルミラージさん、瀬戸紅白戦と言ったら松山坊ちゃんスタジアムやろ。リノッカさん、坊ちゃん列車とか。坊ちゃん列車なんてあるんだ。愛媛はあれだよね、うどんも美味しいんだよね。皆さん、6年前に家建てて2回使ってないので来てください。すごーい、すごーい。愛媛だと大豪邸そうなんか。愛媛もうどんたくさんあるんですか？うどん美味しいでしょ、愛媛。俺前愛媛行った時食べたよ、美味しかった。駅前で、あれ松山駅かな、なんかそう、高校生の時だけどね、30年前とか。春さん、温泉湧くとこいいなぁ。沖縄にも温泉あるんですけど、なんか温泉って感じしなくて。あ、沖縄の温泉はなんか温泉街の雰囲気ないっすよね。なんかホテルが掘って温泉は出てるみたいな感じのあれですよね。ストリートメタル、ストリートメタルだって。ちょいちょいありますよ。ご案内いたします。愛媛好き。うちのじいちゃんの弟が愛媛大学でなんか教授やったらしい。アルミラージさん、愛媛派美人犬と勝手に思ってる。あ、そうなんだ。へえ。なんかみかんたくさん食べてて、あれだよね、美人がたくさん入ってきそうだね。けいけさん、やっぱり愛媛派みかんのイメージ。皆さん、沖縄、旧海軍司令部豪派毎年行きました。アルミラージさん、そういうのあるんだ。水木奈々も愛媛やぞ。あ、愛媛みかん。なんでそこで愛媛みかんがね、なるわけ。ミヤポンさん、蛇口からポンジュース出るって都市伝説があってだな。わら。出ないんですか？なんか蛇口が、ポンジュース用の蛇口があるとかって聞いたことあるんですけど。あと香川はなんか蛇口ひねると、なんだ、ぶっかけの。皆さん、面白いくらい田舎なので一泊でみんなでゆっくりしましょう。春さん、お、富城まで行ったんですか。怖ですねー、わらわら。けい、けさん、蛇口素敵。リノッカさん、確か作ったんじゃなかったかな。アルミラージさん、命の水だ。ポンジュース、みかん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 。ミヤポンさん、そうそう、逆手に取って作られてますね。あ、ジュース出る蛇口、わら。都市伝説を現実化しちゃったみたいな感じ。けいけさん、愛媛の人もみかんたくさん食べるんですか？あ、出ますよ、皆さん観光できる。出ますよ、あ、そうなんだ。観光できるところだけですけど。そうなんだ。ハッサン、ナッソさん、あともうちょいか。こんばんは、皆さん。ナッソさん、こんばんは。普通の家では出ませんか？お、あ、普通の家では出ませんか。なんか沖縄の愛媛派みかん派安いですか？リノッカさん、
コロナで一時中止になりましたよね。蛇口中止になったの。愛媛はみかんやっぱ安いんじゃないですか。みかん農家が多いから。あ、猫がちっちゃい、ちょっと大きくした方がいいかな。アルミラージさん、温泉の代わりにポンジュースが湧くのやで。ケイケさん、金沢は蛇口ひねったら何が出てくるんですか。皆さん、あまり食べませんが、昔は段ボールが玄関に勝手にありました。あ、うちのあたりもみかん畑多いんだけどね、何気に。リノッカさん、愛媛では猫もみかん食べるって本当ですか。ケイケさん、猫の顔がアップなり。猫の顔アップにしました。全小部さん、今日は雑談会だけあってコメント欄が大盛況わら。あ、雑談、あ、まあそうですね。レベル上げなんでね。皆さん、多分ですがそんな金額は変わらないと思います。イオンとかなので。アルミラージさん、有田みかん、少子みかんといえば愛媛。ケイケさん、愛媛は四国の中でどこの県と仲が悪いんですか。え、そんなのあるの。ライバル県なんかあるの。あ、でもあるよね、近隣でね。ナッソさん、調子はどんな感じなんですか。調子はね、割といい感じかな。漆黒皆さん、近所の農家さんとかにもらえたりするとタダです。あー、まあそういうのはね、産地じゃないとないよね。ケさん、主さんはどこから来たんですか。主さんはどこから来たんだろうね。ベッテンコさん、ダイナマイト四国来た。ダイナマイト四国わかんないな。調子はどんな感じです。まあいい感じじゃないですかね。ちょっとスタートはちょっと立ち上げでね、ちょっとあれだったけど。アルミラージさん、吉尾さんの住んでるとこは群馬と争いに負けた廃山地ですよね。うちケイケさん、いつ日本に帰ってくるんですか。日本だよ、ずっと日本だよ。アルミラージさん、ダイナマイト漆黒知らないのかよ。小部さん、有田よしおみかん。有田よしおみかん。やだな。お、あともうちょいだね、もう、商人も。魔物使い、商人、何だったっけ。アモスさん。え、あと何だったっけ。レンジャー、盗賊か。あと盗賊だ。オッケー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 。皆さん、経済派わかりませんが、割と愛媛が一番、香川が一番、高知が一番、徳島が一番とか意味わからない争い吐きます笑い。そんなのあるんだ。小部さん、アルミラージさんが激怒しそうなみかんですね。春さん、有田よしおはちょっと。アルミラージさん、ヨシフとかかくまるやで。ケイケさん、四国派大空意外と来てそうですね。有田よしふ好きでしたっけ。昔は結構まともな人だと思ったんだけどね、オウムあたりの時に出てきた時はね。有田さん、なんか全然、小部さん、さすが政治系チャンネル、わら。政治系チャンネルじゃねえよ、政治系チャンネルじゃねえよ。見て、ずっからどこまで見てもジャニのセクハラだんだんニュースになってますね。あー、春さん、あ、忘れてた、ここ政治枠だった。政治枠じゃねえからジャニー、そうだね。もうね、隠そうとする段、もうね、なんか沈静化図っちゃってる段階でもう火がつく。皆さん、それとも時事系にする。時事系でもない、時事系でもない、ドラクエね。皆さん、ここ四国派パスポートいりますからね。ねえよ。アルミラージさん、食ったら頭オウム真理教になりそう。食ったら頭オウム。小部さん、有田よしみ、時事通信よしよし社。違うから。皆さん、どうにかしてください笑い。どうにかしてください。何よ、四国はパスポートいりますか。ねえよ。ないでしょ。橋渡って行けるからね、今ね、電車で行けるしね。今どころじゃない、俺高校生の頃から行けたよ。ケさん、ジャニがキャスターとかしてるのにコメントしないの、はどう思います。
春さん、ダメだよね、有本薫か桃田直樹か吉尾さんかっていう、稲さん、バナウェーブ。もうね、隠蔽しようと一生懸命してるのが目に見えてるよね。だって調査途中段階で勝手に謝罪してないでしょ、あれ。かっちり調べました、これだけ洗いざらいありました、被害がこれぐらいありましたとか、そういうんじゃないもんね。途中でなんかもうアルミラージさん、虎ノ門よしお、虎ノ門よしおじゃねえよもうダメよあれ、ジャニーズもう解体レベルじゃない。だってべってんこさん、しかも記者会見の次の日は新聞休刊日。ミヤポンさん、秋葉にあったオウムの店で買い物してたかもしれない。え、ミヤポンさん、リノッカさん、ヨシオさんが生まれた頃は沖縄行くのにパスポートいりましたよね。俺の頃いらないんじゃない、返還されてたよね。子供の頃ちょっとよく分かってないけど、マスコミ、そう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 、忖度しちゃったけど、でももうね、ジャニーズもう力どの道なくなるから見えてるからね、あれ。で、変な話さ、ジャニーさんがさ、一人でこう、スカウトの才能、スカウトと育成の才能を持ってたね。あの人だけだったんでしょ。アルミラージさん、吉尾さんの頃は沖縄がまだ琉球って言われてた時代やろ。そんなことねえよ、そんなことねえ、沖縄だよ、沖縄、沖縄。春さん、おばの琉球政府旅券ありますよ。わら。琉球政府旅券、あ、そうなんだ。それは、いつ頃の時代の話なの？琉球政、日本に返還される前ってこと？なのかね。アメリカが統治してるくらいに琉球政府っていうのができたのね。明治のあたりとか？あれだ、西郷隆盛とか、西さん派日本語話すの上手ですね。日本に組み入れたんだよね、確か。別天子さん、1972年って書いてありました。1972年、え、ちょっと待って、ちょっと待って。ナッソさん、あ、変化、わらわら、俺73年だから。アルミラージさん、自力だね。琉球マージ。春さん、明治派さすがに。稲さん、明治はさすがに、6回ほど沖縄に入ってますが、本当に毎回感動しています。おい、なんかすんごい沖縄のこうのんびりした感じが本当大好きなんだよね。居酒屋入ってさ、予約した時間に行ったらさ、さすが本土の人はすごいさ、時間通りに来たさとかってびっくりされたよ。なんか7時に予約して7時に行ったらさ、すごいさね、本土の人はすごいさねみたいな感じで、ちょっと言い方が違うかもしれないけど、なんかそんな感じで言われて感心された。リノッカさん、日本に返還されてなければ今頃アメリカの基地まみれなんだろうね。あー、まあね。稲さん、ヨッシーさんはアラフィフですか。アラフィフって言うのも今年50だね。ケイケさん、なんくるないサハ方言ですか。アルミラージさん、この配信のスタートまで沖縄タイムにしなかていいから。ハルさん、約束7時だったら家出るのが7時やで7時、そうなんだ。でさ、ラストオーダー何時ですかって聞いたらさ、何を言ってるさ、ラストオーダーなんかないさとか、なんか2時間だか3時間飲み放題でお願いしたのさ、そしたらさ、何言ってるさとかなんか言われた。神奈川の方言は何ですか。え、神奈川の方言はね、ダベ、あとは横浜の方でジャン使うかな、そうじゃんそうじゃん。俺うちの方はダベですよ、そうだべそうだべって。ハルさん、なんくるないさーは一応方言ですな、わら。あー、パイカジとかね、なんだっけ、なんか南国風のやる気をなくすような風でしたね。稲さん、50、割と近いので感動いたしました。あ、皆さん、あ、そうなんですか。ケイケさん、方言なんですね。地元の人は使うんですか。アルミラージさん、神奈川の方言は語尾にバイジャンをつけます。バイジャンは使わねえ。バイジャンは使わねえ。
ダベとジャンを扱う。あと語尾にベをつけるね。アルミラージさん、いただきバイジェンとかな。使わねえよ使わねえよ。ケイスケさん、なるほど、バイジェン、メモメモ。違うわ。リノッカさん、昔マブヤー見てたわ。マブヤーって何。マブヤーって皆さん、ベギンのオリオンビールのクドがメルカリで売れません。ケイスケさん、ドラクエバイジェン。ビギンのオリオンビールの、あ、そうなんですか。ナッソさん、そうだったのか、わら。そうだったのか、何がそうだったのかちょっと待って、強さを確認。あれ、踊り子満タンな、あ、神の踊れてこのなってる。ハルさん、ルカミマブヤー、わらわら。ルカミマブヤー、なんだそれ。盗賊が7。ケイケさん、両派ウイスキーを飲んでる場合じゃん。ミヤポンさん、クドは CD を覚えました。あ、クドって呼んでました。ウイスキーを飲んでる場合じゃん。ドサンコさん、違うから。お、こんばんは、挨拶だけしてお風呂に行ってきます。あ、ドサンコさん、こんばんは。アゼルバイジャン、イナさん、何の話だ。いやーさーさーはいやー何の話になってんだ。あれ、チャーモローもダンサーにするか。ケイケさん、お風呂に行ってらっぱいじゃん。ドラゴさん満タンだったけど、他の人も満タンだったから行くか。皆さん、沖縄チャンネルが面白いです。沖縄チャンネルが面白い。へえ、なんかそういうのあるんですか。スカッパーかなんか。ケイケさん、ドクターコトーハ沖縄ですか。近くじゃなかった。ナッソさん、アークリアしたのでコイン増やしたので、わら。あ、そう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 、鉄球をね、鉄球を使ってますよ。OBS も全部入れ直しました、もう一回。皆さん、アンインストールしたから。皆さん、そう面白くないです。はるさん、皆さんちょっとまだ見てないんだけど、甑島派鹿児島じゃなかったかな。甑島は鹿児島、ああそこらへんね。俺の友達、奄美大島出身の友達だけど、あれは鹿児島だもんね。ケイケさん、違うんですね、バイジャン。バイジャンは違うんだよね、バイジャンは違うんだよね。ベッテンコさん、ヨシオさんってバイジャンやめろ、誤解を生む。ケイケさん、バイなんですか。なんとまあ違うっつん、違うっつん。ジェン、コベさん、バイなんですか。違うつも、違うから、違うから。ケイケさん、それで貫通済みと言ってました、バイジャンバイジャンは違うし、貫通済み、貫通済みだけどね。ミヤポンさん、タイトルにやらないかですから、察してあげてくださいやらないかって言ってるのにさ、アデルバイジャン、やらないかって書いてるのに、誰もなんか新規の人入ってきてもやらないかに書いて突っ込み入れないよね。ちょっとウケるかなとかって思ったんだけどさ、全然効果がないんだけど。誘い文句をタイトルに、全小部さん、あじゃないよ、あじゃないよ、あじゃないから。
志村城さん、遠大波紋景色がすっかり中国人の手によって昔の日本的景観派なくなってきちょるらしいさ。え、ケイケさん、あ、そうなん、受けるところかあとずさりしてます。ケイケイさん、受けるところかあとずさりしてます。そういう効果が発生しちゃってんのか。イナさん、いつかお互い全くわからないタイトルでコラボしてくださいませ。あー、了解です、了解です。コラボってなんかでも難しいよね、あれね。どうしたらいいんだろう。わしが喋ることがコンテンツになるかどうかはもう問題だよね。雑談配信とか、ね、さん、まずは吉尾さんが愛媛に行くところからですね。そうなんだ。お泊まりするやつ。けいけさん、主さんはコラボの時喋れるかどうか。そう、喋れないからね。そちらに音声で入らせていただきます。あ、音声で、ね、リノッカさん、音声ぐらいだったらいけるかもしれない。すでにミヤポンさんたちとコラボしているようなもの。あ、まあコラボはして、そうだね。けいけさん、日本にカムバック、皆さん、やり方わからないですけど。わしもわかんない。べってんこさん、よしおのぶらり愛媛の旅、愛媛の、アルミラージさん、群馬を殺すバイジャン、でん、こべさん、愛媛に行くための車はチョロさんの車で、わら、はるさん、じゃあよしおさんはコラボの二刀流目のさんとコラボしてください。やだよ。わし運転無理だからね。運転いつもしてるけど、運転大嫌いなのよ。車は好きなんだけど、ね。けさん、その前に大腸検査をライブでする場合じゃん。やんねえよ、やんねえよ。二度目の貫通だよ。リノッカさん、ペットがいるとなかなか長期旅行も難しいですよね。そうそう、できないんだよね。気になっちゃってさ。うちのニャンコとか本当はな、寂しがり屋だからさ。イナさん、すごい。皆様に少しでも認知してくださってる。はるさん、盛大に貫通式。貫通式、もう貫通してる、貫通済みだからわし。2回目だからさ。全、小部さん、ペットホテル頼むにもお金かかるし、わら。あー、けい、ね、けさん、貫通して血が出ないんですか。べってんこさん、知らないふりして、あれって風俗の車ですよね。って言ってください。リノッカさん、こういう時はキャンピングカーがあると楽しい。ハルさん、そうだよ ね、 運慶したら教えに来るもんね。うんこしたら教えに来る、意味わかんないよ。ケさん、だったりしないんですか。しねえよ、しねえよ、しねえよ。コベさん、もうフィリピン人から貫通済みですか。なんでフィリピン人になってんだよ。フィリピン人からって意味わかんないよ。リノッカさん、最近知ったけど、メンズバニラがあるんですね。メンズバニラ、バニラ、バニラって。ぬっこ教えに来るじゃない。アルミラージさん、連れて行け。猫オッケーのホテルもあるぜ、バイジャン。いや、でも猫ってさ、あの外に行くとさ、まさにワールドワイド、ストレスがさ、かかっちゃうからさ、家にいた方がいいらしいんだよね。なんか外に連れてくより、ストレスかかっちゃうからさ。それを考えるとやっぱ家に置いていった方がいいと思うんだけどな。妹とかにお願いするんだよね、旅行するときとか。前も大型犬とか。ケイケさん、ペット動画あげないんですか。ペット動画はね、あげてもね、あれちゃんと一生懸命やんないとさ、人集まんないっしょ、ペット動画って。アルミラージさん、ちょっと旅行で連れてバイエルン。リノッカさん、ワンちゃん派、旅行に連れて行っている人多いですよね。あー、そうなんですけど、友達と旅行行くとかさ、あれ、一人で旅行できますか。一人でしか旅行できないです。人とあんまり旅行とかしないです。なんか気使うのが無理。盗賊、あ、オッケー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 。どうしよっか。ハルさん、手荷物扱いですよね、ペット。そう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 。ケイケさん、一人、途中で寂しくなりませんか。全然寂しくならない。アルミラージさん、ニトリ派旅行に入りますか。ニトリは旅行入んないね。ニトリって、家具屋さんでしょ。
ケー、ケさん。ジャスコ墓番に入りますか、リノッカさん。イケア派海外旅行ですか、アルミラージさん。旅行先でもしこりそう。しこっちゃいけないのかよ。あ、はいはいはい、ゆめちゃん、何だよ。あれ、ロミオ取られたの場所。ハルさん、アメリカ大使館派旅行になりますか。アメリカ大使館はならないね。ゆめちゃん、ちょっと置いてよ。ケさん、1日何回一人でするんですか。しねえよ、そんなに。したとしても1回だよ。アルミラージさん、ヨシオさん宿泊した後の布団以下に置い、ベッテンコさん、嫌な中年だな、わら。ケイ、ケさん、日本語試験はいつ受けるんですか。日本語喋れるから死に受けねえや。あれ踊り止まったのか。皆さん、話それてすみません。昔は遠足でおやつ200円とか消費税なかったのですが、今はあるので困ります。今も制限かかってるの。ホテルでマッサージ派受けるんですか。受けないよ。アルミラージさん、ハンター試験派。受けねえよ、受けねえよ。嫌な中年ならよくわかんねえよ。日本アルミラージさん、中任試験派。受けねえよ、受けねえ、受けねえ。何の話だよ。ゲームやってんの今。盗賊発散どうしよっか。送料パラディにもらってる、ね、車の免許はいつ取るんですか。取ってるから、わし免許使い、魔物使いとか今更あれだもんね。これスーパースターにするの。技能実習制度なくなってこれからどうするんですか。外国人じゃねえのよ。アルミラージさん、外国人じゃねえのよ。よく取れたな。ケさん、一人で電車に乗れますか。乗れるよ。初めてのお子さん。発散で発散。発散で発散しねえよ。何なんだ発散で発散って。ベッテンコさん、一人でしこり旅はダメでしょう。わら。別にしこるために旅してるわけじゃねえのよ。OK にしてね。ケさん、運転免許取るときもウイスキー飲んでから受けるんですか。受けねえよ、受けねえよ。アルミラージさん、初めてのお使い、アラフィフ編。何の話だ。あー、まあ、とりあえず踊り子にしよっか。何する職業がないからね。皆さん、50歳でいじられるって憧れますね。憧れねえよ。誰も憧れねえよ。小部さん、下ネタ政治系チャンネルでしたか。下ネタ政治系チャンネルでもないし。吉尾さんレベルになったら飲みながら運転でしょう。魔法剣士いねえよ。魔法戦士入りましたっけ。魔法剣士いねえや。ちょっと待って、ちょっと待って。そうだそうだ、それ肝心なの忘れてた。ちょっと待って。前に何も喋るな。大坊さん、こんばんは。あ、タイボさんこんばんは。ケイ、ちょっと待って。吉本新喜劇派見に行ったことありますか。ないっす。アルミラージさん、ブアリス。魔法剣士って戦士と魔法使いがあればオッケー。じゃあ発散しとくか。ちょっと危なかった。ちょっと待って。アルミラージさん、吉尾の新喜劇。皆さん、いつリセットしますか。しねえよ、しねえから。リセットはもうしねえよ。びっくりするわ。もうちょっと新あれだよね、普通リセットするとかしたら。全小部さん、魔法戦士留意。あれ慎重なるよね。この間普通におっしゃったよ。アンデイないんすか。アンデイないんですか。何の話。アルミラージさん、さっさとドレアム倒せや。倒せるか。クラスコンプとか100回超えるぞ。リノッカさん、超える、ね、セーブしようとしてロード。ハルさん、いつパチパチパンチしますか。しねえから、しねえの、しねえの。ちょっと話がね、ドラクエ、これドラクエ配信気をつけて皆さん。ナッソさん、魔法使い、魔法使いとあれで戦士で、あれじゃない、魔法戦士じゃないの。アルミラージさん、ポコポコヘッドしろよ。ポコポコヘッド、意味わかんねえ。皆さん、セーブしようとしてロード派何回もやってしまったことあります。リノッカさん、それね、30歳超えたら。何の話、30歳超えたら。あ、魔法使い、え、魔法使いなの、30歳超えたら童貞で。
あれ前、小部さん、魔法使いになって賢者になるんですよね。あ、賢者か。魔法使いになって賢者。ちょっと踊り子にしよっか。チャモロ。ハルさん、体験者じゃん。アルミラージさん、スーファミパパって漫画知ってる？ここのリスナーそうなら泣けるぞ。ベッテンコさん、泣けるの？レベル上げ派チート使わないんですね。チートは使わないですね。大坊さん、腕はぐれメタル色誰にしました？はぐれメタル色は、ミレイにしました。あともう少しかスーパースターも。オッケーオッケー。アルミラージさん、スーファミパパ知らんのか？大坊さん、基本一人しかなれないですからね。そう、体勢もあるから、あれだよ、一軍のミレイユさんにちょっとお願いしましたよ。リノッカさん、どっち断固なら知っている。どっち断固？なんだそれ。ハルさん、ヘビーメタルってイルガイムですか？王子ですか？わかんねえよ。ドサンコさん、ところで昨日の巻き戻ったの派なんとかなりました？大坊さん、ダークドレアムが持ってるって聞いたことあるけど。ベッテンコさん、大坊さん、ダークドレアム持ってるらしいですよ。皆さん、チート使いまくったらやはり再生稼げないのですかね？ケイ、ケさん、いつもリシンイチのモノマネしてくれるんですか？アルミラージさん、スーファミパパ誰も知らないのか？ジャンプでやってた漫画。パパ前、小部さん、あれ、ご存じな い, ままないどっち断固？前小部さん、なんだ、ご存じない、どっち断固？知らない、知らない。リノッカさん、お墓にボールぶつけるんだっけ？きついですよね。なんだろう、あんまりね、この配信再生数あんまり気にしないのよ。どの道再生されないだろうなと思ってやってるから。ベッテンコさん、ダンヒラが死んでた、わら。ドサンコさん、ダンヒラが死んでた。どっちんこだ？何の話だ？何の話なんだよ。アルミラージさん、これマジでヨシオってキャラがおってスーファミを買ってもらえないのを父親が不憫に思って自身をスーファミにする漫画や。ケイ、ケさん、何のモノマネならできるんですか？何にもモノマネできねえよ。何にもできねえよ。猫旦那さんとかバッケンさんとかアムロのモノマネできるけど、俺は何もできないからね。すんげえ寒い空気が流れてるだけだから、勘弁して、もう。あ、バーバルさん、1ポイントじゃねえ、あれ、MP じゃなかった。全、小部さん、スーファミパパ、よしお。止まっとっか。ハルさん、ヨシオさんの野原慎之助まで3219。アルミラージさん、股間にレバーとボタンをつけてスーファミカラーにした父親が、ヨシオ、スーファミだぞ。って言ってヨシオは喜ぶのです。皆さん、面白いと思います。じゃないと17人業者が見ないでしょう。ケイ、ケさん、ヨシオ新規月はどこで見れるんですか？ドサンコさん、チャットのコメントがドラクエっぽくなるのいいですね。あ、そうそう、ドラクエっぽくしたんですよ。野原慎之助しねえから、股間にレーバーとボタンつけてスーファミカラーにして、よしおさん。それは面白いかもしれない。面白いと思います。じゃないと17人強者が見ないでしょう。え？そんなに見てる人いんの？見てる場合じゃないよ。おっさんのチャンネル俺の方からちょっと見えないね。ちょっとライブ配信。あ、本当に17人も見てんの？笑えるわ。ケイ、ケさん、今日、
そのキャプテンハットリアルですね。そのキャプテンハット、ああそうですね、これちょっとなかなかいい感じかなとか思うんですけど、アルミラージさん、ね、ある程度出しちゃったこともないよ、ね、そして息子のヨシオがレバーを操作しボタンを連打すると父親が敵が来るぞとか実況するのです。でもそういうのさ、やってもらえると嬉しいよね。ケイケさん、お父さんに帽子ばかり見てます。あの猫見て、猫見て、これ飲んでるときこんな感じになっちゃうんだね。ナッソさん、19人になった、わら、マジかよ。でん、コベさん大人気ですね、やらないか。に釣られてきた人がこれだけいるなんて。やらないかじゃないでしょ、やらないかじゃないと思うよ、多分違うと思うよ。さすがにやらないから釣られないでしょ。ケイケさん、猫が小さくて帽子ハーツにすべきです。猫は小さくて帽子アップにすべき。ケイケさん、やらないか、やらないかじゃないよ。猫はメインだから、猫メインですよ。ケイケさん、やらないか、バイジャン、バイジャンじゃない。ドサンコさん、19人も来てたらあまりふざけない方がいいですか。もう全然大丈夫です、そのままで全然大丈夫です。つうかふざけないですだって止まんないでしょ。皆さん、さばけるトークスキル派素晴らしすぎます。バッケンさんらとは違いますよ。バッケンさんだってもう、流れるように。ドラクエメインじゃないんですね。ケイケさん、そもそもゲーム画面派同じ画面ですね。アルミラージさん、そして月田父親ことスーファミパパが、ゲームオーバーだ、というのですが、ヨシオがエロいグラビアポスターを見せると、コンティニューだ、と言って目が燃えてヨシオが喜ぶのです。やめろってなんかね、すげえ、アルミラージこそっていう。笑えんの、ゲームオーバーだって。ミヤポンさん、わらわら、コンティニューだって。それレバーを直結してんの、直結しちゃってんの、あのほにゃららに。KK さん、そもそもゲーム画面は同じ画面です。ゲーム画面は同じ画面じゃないよ。配信し終わってもドラクエするんですか。え、配信終わっても昨日はしてましたよ。ヨシオは何も分かってない風で分かってたというオチ。そうなんだ。アルミラージさん、スーファミパパは泣けます。泣けるんだ。でん、コベさん、直結たまげたな。直結やめて、直結やめて、そういった解釈するのやめて。あれだよ、新規の人誰も来ないチャンネルになっちゃった。スーファミを買ってもらえない家庭を表した社会派漫画です。ハルさ ん、レバーがヌルヌルするの派。皆さん、何か狙ってますね。やはり、ケイケさん、ヌル挿入。アルミラージさん、スーファミパパあまり知られてないのだな。それジャンプでやってたの、いつ頃なのそれ。皆さん、私は新規ですよ。あ、そうだ、稲さん、あれだよね、最近だもんね。そうだそうだ、新規だ新規だ。でん、こべさん、投入、けいけさん、ガッチガチ、ガッチガチ、アルミラージさん、少年ジャンプの読み切りや。あ、そうなんだ、それよ、面白いね。アルミラージさん、その後に魔王って漫画を連載してたぞ。ケイケさん、ぬっぷぬる。やめろって、もう下ネタチャンネルになっちゃってるよ。下ネタ政治系チャンネル。アルミラージさん、スーファミパパに出てきたヨシオも魔王に出てた。そうなんだ。そうなんだ。ケイケさん、主さん派補聴器派いつつけるんですか。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫だと思う。読み切りだと単行本化破されてないんだろうな、わら。あー、ネットに転がってるのを探すしかないって感じだね。話しながらだと、あのレベル上がったの気がつかないケースがあるから、気づいた人教えてください。今年の夏派ですか。どうなんだろうね。春さん、
特養入居日はいつですか？特養入居日はあと20年後ぐらいかな。瀕死になったヨシオが体力回復を狙おうと道端に落ちてるスパゲティを食べようとしたらミミズで息絶えたとか。ナッソさん、草。ついなそれ。昔あれだよね、カリン島だとかなんかつってさ、あれなんかいじめられっ子的なのをちょっと騙そうとかしたりしたことあるよね。ないか。いじめっぽくなっちゃうからやめよう。この会話やめよう。ケイケさん、スーパーの半額測ったことありますか？スーパーの半額は結構使うよ。寿司なんかさ、あのパック寿司とか半額になると500円ぐらいで。はるさん、ね、そこそこね、案外ひどいことしてたんですね。してないんだけども、そういう話があったよねって話やん。リノッカさん、そんなこと言ってるから一人減ったぞ。ったんだ、わら。ケイケさん、ダメだね、人手なし。人手なし、すいません、ちょっと申し訳ないです。チェックしてんの？そんなビビッドに減ったりする。ミヤホンさん、さらっといじめてた過去を告白、わら。いじめてないよ、いじめてないよ。あのずっと友達を結婚式に呼んだんだけど断られたんですよね。皆さん、今日ハニ島でやってくれますか？やんないよ。それまでに寝ます。やんないよ。不眠症なので。アルミラージさん、ツイッターが NG ワードか、表示すらされないな。あ、そうなんですね。ケさん、かわいそう。ベッテンコさん、見損ないました。ナッソさん、一応承認大富豪になったけど、終わりだったかな？あと1ルブあったかな？ちょっと待って、ちょっと待って。ケさん、謝罪動画出すべき。謝罪動画出すべき。庄司、でもね、小部さん、名前言っちゃった。Twitter で確認しました。わら。ジョロさん、あ、ジョロさん、こんばんは。あ、なってる、なってる。あと、アルミラージさん、え？スーファミパパ派 Twitter で調べたら出ると思います。あと、盗賊か。どうぞか、スーファミパパ、あ、そうなんだ。よっしゃー、よっしゃー、ちょっと待って。アルミラージさん、全さんわかりましたか？全さんわかりましたか？ツイッターで確認、あ、そうなんです、出てるんだ。ケイケさん、明日、黒パンツと対決ですか？明日、無理じゃない？まだ無理じゃない？レベルが全然足りてない。1時間でいかないでしょ。庄司さんは子供がいつも見てますね。庄司さんは子供はいつも見てます。リツイートしておきました。わら。おー、ちょっと後でじゃあ見てみます。アマさんだよね、アマさん。全コベさん、黒パンツバーザス黒パンツ。商人が満タンになってるから、魔物のつく、あと盗賊だ、盗賊。オッケーオッケー。黒パンツバーザス黒パンツ。今日のわしはバックセクシーブラックだった。黒パンツだった。ベッテンコさん、アルミさん、今調べたら3ページの漫画なんですね。短けえな。短けえな。ちょっと待って、他に。ジョロさん、長いしないね。ヨッシー菌が映るといけないので笑う。そうそう、少ししたらお風呂。あ、ケイケさん、セクシーブラックとは？全、コベさん、ヨシオさんの今日のパンツ情報出た。私は今日はブラックです。セクシーブラックです。舞踏家。マジでこの情報いらないよね。ケイケさん、ヨッシー菌。ヨッシー君やめて、そのいじめ的なワード的なやつは。スーパースター、おー、ヨシオもあれよ、ハッスルダンス使えるね。まあ、もともと使えてたか。ハルさん、つまりシースルーの黒ってことですね。シースルーではないね、シースルーではないね。あれさ、なんかあの日焼けをね、日焼けをしちゃいけない、あのダイソーで買ってきて腕をこうケイケさん、ふんとしブラック。リノッカさん、ジョロさん派、今週さすがに羽生派行かないよね。羽生は行かない。ベッテンコさん、1992年のジャンプらしいです。もう行く気満々じゃない。1992年、あ、そうなんだ。
日焼けをねしないためにね、ちょっと腕とかにこう日焼けカバーねつけるわけだよ。で手のところも手袋をするので日焼け用のさ、で男用がないからさ女性用のやつつけるわけだよ。してさ女性用のやつはシースルーなわけよ。&39&39、白パンに全香白茶でしょ。白パンに全前黄色後ろ茶汚ねえなで、その状態でちょっと若干シースルー、天がシースルー的な感じになってるわけ。ダイソーのやつが、手袋が、日焼け止めのやつが女性用だからさ、それでコンビニに買いに行ってさ、ワクワク探偵局おとん51さん外しちゃうとさ、あ、お父さんこんばんは。でけさん、ついに女装へ。そう、なんかコンビニに行くとさ、なんかちょっと微妙な空気が漂うんだよね。なんかあれ、この人、ワクワク探偵局おとん51さん、皆さんこんばんは。この人もしかしたらみたいな感じの空気が流れるんだよ。アルミラージさん、前さんが吉尾さんに向けてツイートしてますよ。あ、そうなんですか。あ、後でちょっと確認します。すいません。ケイケさん、吉尾デラックス誕生の巻。アルミラージさん、私もツイートしました。あれがスーファミパパです。スーファミパパ、そうなんだ。そう、お父さんってあれツイッターやってないの。別天子さん、あ、お父さんこんばんは。お父さんツイッターで見かけたよね。小部さん、よしおデラックス、わら、よしおデラックスやめて、でっかくないし。アルミラージさん、よしおさんにツイートしたぞ、見てみろ。ワクワク探偵局おとん51さん、やってますよ。そうだ、俺お父さん見かけてフォローしてるよ。お互いフォロー、相互フォローしてるよね。ジョロさん、リノスカさん、今週はいかないかな、ツイッターでフォローされてますか。本当スワイバーはあるわ。あ、これ見たことあるわ、これ。男性用シースルーボクサーパンツってあるよね。見たことある、これ。見るだけならすぐ見られるだろう。見たこれ、見たことある、記憶ある。そのことスカート履いたら違和感なくなりますよ。スカート履いたら違和感なくなる。リノスカさん、今週行きますよ。ツイッターは機能してません、わら。リノッカさん、ツイッターやってないんですか。ふんどしはしないんですか。アルミラージさん、スーファミパパ知ってたのか。スーファミパパ、俺見たことある、全然覚えてる。なんで覚えてんだろう、これ。ジョロさん、手袋してる人セブンいたぞ、笑い。俺じゃねえかよ、アルミラージさん、前さんまでツイートしてくれたのだぞ。見ました見ました、スーファインパパ。これね、すっげえ記憶あるよ。やべえやつだとか思ってたよ、やつじゃねえかよ。わーいとかっすね。これすげえ笑った記憶がある。相当昔だよね、こんな記憶を掘り起こされると思わなかったよ、今日。大坊さん、なんだかんだでドランゴももうレベル30になってる、わら。超強いんじゃない、ドランゴのレベル30ってやばくない。小部さん、よしおさんやばいやつ。やばいやつじゃないよ。アルミラージさん、私の中のよしおさん箱のよしおです。違うわ。皆さん、まさなおよしおさんのこのチャンネル、アルミラージさんの強強強すぎるツッコミとそれを適当に弾くよしおさんの会話に心打たれて毎日してます。ジョロさん、リノスカさんチョロの行動知ってたからなぜかと思って。稲さん、そんなに計算ずくにやってるわけじゃなくて、普通になんかこうやってるだけなんで。あんまり考えてないです。チョロさん、リノカさんのチョロ。チョロさん、あれ行動あれですか、公表してるんですか、なんかどっかでツイッターとかチャンネルで。チョロさん、アルミラージさん、稲桑さん、吉尾さんはさばけてませんよ。吉尾さんがバカバなので。そうだね、さばけてない場合はブチ切れてるからね。逆切れしてるからね。アルミラージさん、状況です、状況です、教えてやらんとな。皆さん、なるほど。まあそうだね、半分ぐらいさばけてない、半分以上さばけてないから。リノッカさん、
チョロさんのツイッターはたまに見てます。わら。あー、そうなんですね。チョロさんでもすごいよね、行動力がね。でなんかこう取材させてもらうとかっていうのね、スーファミパパのヨシオぐらい何も考えてませんからね。そして考えてないのかと思ったら主要派わかってるという。ケイケさん、こないだ光のドレストルトランで怒ってましたもんね。そうそう、逆ギレしまくりだからね。本当申し訳ないです。不快に思わないでいただけると助かります。通常運行ですので。アルミラージさん、両手に旗持って喜んでろ。両手に旗持ってよくわかんねえ。うちから小田原行くのには気合と覚悟が必要。わら。でん、小部さん、チート使う使わないでも。わら。そう、もめたよね。ダメだよ、みんなヨッシーさん不安定だから。笑い。そう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 。わしやばいからね、もう。精神的にいっちゃってるからね。アルミラージさん。あれ、なんか誰かなったんだよ。この配信者殺したろかと思いましたので。やめて、やめて、そういうなんか物騒な言葉を使うのは。あれ、もうちょまだ大丈夫だよね。なんか葉っぱ小部さん、みんな優しく。ケイケさん、そう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 、ここが噂の視聴者がアドバイスくれたら逆ギレ放送ですか。アルミラージさん、撮影マシマシ。ジョロさん、リノッカさんバイク乗ってます。ゼン、小部さん、20人超えましたね。わら。超えるの。ケイケさん、撮影マシマシ。わら。アルミラージさん、そうだよ、便乗。本当だ、20人超えてる。ちょっと待って、ちょっと待って、誰だこれ。名前が出てこない。バーバラさんが、マンタなってる。スーファミパパ効果だな。スーファミパパ効果なの。バーバラさんが、20超えたら大御所です。20超えたら、すごいよね。20は初めてじゃん。全、小部さん、一瞬で減った。わら。一瞬で減ったんかい。井上さん、マジかよ。最近乗ってなくて、今月初見です。先日7万円のヘルメット買いました。すげー減ってるよ。4人減ったよ。4人減ったよ。今度は200人超えも狙っちゃう。チョロさん、200人無理でしょ。何かあったからチョロがピンポンダッシュしてくるから安心してね。アルミラージさん、ヨシオさんがかつてスーファミパパみたいに股間にレバーとボタンつけて連打してたとかな。何がチョロさんピンポンダッシュ、ヨシオさんかつてスーファミパパみたいに股間に連打してね。ヨッシー菌感染。減った、4人減った、4人減った。もうちょっとそんなに多くない方がプレッシャーかかんないからね。なんだっけ、バーバラさんどうしようかこれ。どうしよっか。ナッソさん、ヨシオさんもスーパースター終わってるけど、わら。本当？リノッカさん、昨日から10人登録者が増えてる、わら。え、わし？嘘。全然見てなかったけど。チョロさん、今度ツーリングでも行きますか。笑い。すごーい。すごい、え、チョロさんも、バイク？ケさん、やっぱ、今日、背景と帽子素敵バイじゃん。あ、これなんか背景が結構すごい。アルミラージさん、おそらく書き込みしてないロムジェイ派高橋名人や橋本環奈らだろうな。そうなんだ、そうなんだ。ちょっと待って、バーバラさんどうしよっか。バーバラさん、ジョロさん、そうなの、登録解除しときますね。わら。やめて、やめて、登録しといて。いいですね、たまに東京の知り合いとツーリング入ってます、わら。ジェン、小部さん、ツーリングオフ会見でコラボですね。皆さん、ミヤポンさん、先週の島冒険史、そうだ、ね、盗賊矢印魔物使い矢印レンジャー、解除解除、やめて、解除しないで。佐野ラーメン食べに、政治と下ネタ、佐野ラーメン美味しいよね。わら、ケイ、
けさん。商人はね、今育ててる。ベッテンコさん。商人は。政治と下ネタが聞いたんでしょうね。アルミラージさん。橋本環奈が見てる可能性も例ではないぞ。商人はもうなってる。もっと気合い入れてやれや。商人はなってる。ミヤポンさん。商人もいるか。橋本環奈がいるはずないでしょ。ぬっぬる。商人はいる。さん。流れまくり。わら。すんません。追いつけないんだよ。悩んでんの、悩んでんの、今。あ、ほんとだ。吉尾もスーパースターださ。どうしよっか、これ。まあ、僧侶か。僧侶か。ジョロさん。バーバラさんどうしても行きたいですね。ケイ、ケさん。どうしても。サーターアンダーギー美味しいですよね。アルミラージさん。カンナ派カンナでも髪なつきかもな。それやめて、やめて。リノッカさん。選手、佐野といえば、芋フライも名物よ。全、芋フライも、あ、そうなんだ。あのラーメン屋行ってみたいですね。あのラーメン屋ってどこですか？ケイ、ケさん。神奈月、わら。神奈月、モノマネの人だよね。あのラーメン屋ってどこですか？あのラーメン屋。ケイ、ケさん。バーバラがバーラバラ。やめて、やめて。ミヤポンさん。バーバラ派魔物使いとか、今いないでしょ。イナさん。あ、100人になった時に、今ここにいる方々だけ派コメント 100% 読んでくださいね。ああ、まあ、アルミラージさん。全然あれですよ。どうせの13人ぐらい派群馬からの刺客だろ。群馬からの刺客。なんかあんまり増えてくるのもちょっと戸惑いなんだけども。ドサンコさん、流れが早かったですが、吉尾さんが黒ってことは理解しました。黒？ジョロさん、この前食べた初めのせラーメン美味しかったよ。ケイ、ケさん、群馬と仲良くなれたらいいですね。ラーメン一ノ瀬。一ノ瀬ってなんだろう、食べたことない。群馬と仲良くなれたらいい。アルミラージさん、読まんかったら殺すぞ。ああ、まあ一応ね、全部裁くつもりでいますよ。ゲームの進行遅れてもね。ケイ、ケさん、主さん、ピンチ。だってあれだろ、だってこれ RPG しか基本やんないからね。ブッチャーラーメン、ブッチャーラーメン行ってみたいね。ちょっと楽しみ。ブッチャーラーメン、ヨシオ何する。とりあえず僧侶か。回復なんもないもんね。アルミラージさん、アブドーラザブッチャー。アブドラザブッチャー、そうなんだ。バーバラが、さっきおすすめされたのすでに忘れてんだけど、何だったっけ？魔物使いか。ケさん、そっかそっか。いつスーパーマリオ出てくるんですか？出てこねえよ。下手くそだからそっち系は無理だよ。先週の帰りに食べに行ったんですね。え、食べに行った？え、ブッチャーラーメン？え、何？アルミラージさん、金玉マリオ。ジョロさん、六丁目横丁のラーメンも美味しいよ。六丁目、ああ、それ横須賀？最近ね、横須賀行ってないんだよね。イナさん、スリジャヤワルダナプラコってに行きたいです。わかんないそれ。スリジャルダナプラコッタに行きたいです。わかんない。ミレイはあれだね。相撲は目指してるから。で、ダンシングスター。ペリーさんがまだ武闘家が満タンじゃない。ドサンコさん、バーバラさんやスリランカの人ですよ。あ、ケイ、そうなんだ。ケさん、チンマリオ、チンマリオ、アルミラージさん、懐かしい。鳥間よしおさんにはサムライドを売ってゲームしてほしいわ。あれ、よしおさん好きだと思うぞ。サムライド持ってる、買ってる、すげえ興味あって買ったんだけど、まだ全然やってないんだけども、密かにちょっと楽しみにしてる。面白そうだよね。アルミラージさん、やっと読まれた。これがなぜか非表示なのだよ。え、なんで？大坊さん、6はランプの魔王、ガチート級らしいですな。ランプの魔王？え、何の話？6は魔王。ケさん、なんでチャモロ派2軍なんですか？え、アルミラージさん、2軍でしょ？サムライドー派4まで出てるが、ヨシオさんの性格と合ってるのだよ。あ、そうなんだ。どうしよう、今度生配信やろうかと思ってるけど全部読めないからやめようかな。アルミラージさん、ゲーム性がな。ゲーム性、あ、そうなんだ。チョロさん、でも多分ね、最初の段階でそんなに、え、まだあれです、お初なんですか？生配信とかって。木村嬢さん、サムライドを持ってる。
ここの人たちがみんなガーって言っちゃうと、すげえ録画流れちゃうかもしれないけど、RPG ぐらいだったらね、手止めればいいだけの話なんで、全然大丈夫ですよ。アルミラージさん、ヨシオさんの思うままにストーリー進められる。分岐しまくるがヨシオさんの思った道がエンディングになる。マジで、マジで。それ、サムライドって、ね、小手さん、全員でチョロさんの生配信に行きましょう。わら。アルミラージさん、シムさんもあるのですか。あれ4は予売できます。あ、イナさん、大丈夫ですよ。はじめは 01.2 人しか来ません。リノッカさん、ヨシオさんの最初の頃は1人2人でしたからね。そうそう、イナさん、そうそう、1人2人しか来ないんですよ、本当。やってみて。でも、ここの人たちみんな突撃しちゃう可能性あるからね。リノッカさん、そうそう。最初ね、配信した時ずっとね、ずーっと、アルミラージさん、半年くらい。真面目にやればガチで素晴らしいストーリーなのですが、ふざけてやったらバカゲーになるからな。志村城さん、4、やりとあい、け、けさん、突撃、ドサンコさん、配信するときは教えていただければチョロさんのところにも突撃しますよ。チョロさん、もちろんヨッシーさんの裏配信にするので客もらっていきます。リノッカさん、そうそう、最初の頃なんかね、リノッカさんしかいなかったからね。はい、20人です。笑ったよ、笑ったっつうか、もうリノッカさんに助けられて、毎日やってたのに、ね、リノッカさんが来てくれたからやってたみたいな感じだからね。誰もいなかったんで、ほんとね、リノッカさん以外しかいなかったのよ。今日はお酒飲んでないんですか？飲んでるよ、ね、アルミラージさん。サムライドさん。サムライドを配信向けやね。クリアも10時間かからないしな。レンジでちょっとやってみてもいいかもしれないですね。ちょっとそんなの面白そうだったら、ちょっと、別枠でね、ちょっとやってみてもいいかもしれない。4やっとり突撃、あ、そんな感じなんだ。配信するチョロさん、チョロさん、ね、リノッカさんオンリーでしたね。20人来たコメントしなかったし、はじめは、わら、けい、けさん、今からサムライドをやって。今からは無理よ。20人来たのマジで。今日はお酒飲んでます。サムライドは11、あ、そうなんだ。リノッカさんオンリーです。コメントもしなかった。あ、本当ですか。わちなんか返したつもりだったんだけど、あれなんだ、コメントを終え、一人だったのに終えてなかった。リノッカさん、全小部さん、最初の方にいたのか。あ、全小部さんいたのか。アルミラージさん、今か、吉尾さんか、これ助けるギリあるかとか、めんどくさいな、と思ったらその通りのストーリーに進められます。ベッテンコさん、実はリノッカさん以外 AI ですよ。リノカさん以外、でもほんとね、ほんとリノカさんしかいなかったのよ。生配信と動画は違いますよね。生の方が伸びますよね。ただ、生の方が配信者は楽しいのです。ケイ、ケさん、AI、ガッチガチ。で、ヨシオさん、これ、助けるギラのめんどくさいの。あ、そうなんだ。進められんだ。ジョロさん、ジョロハヨッシーさんにお金もらって仕方なくやってます。ジョロさんはアルミラージさん、独特なストーリーにもできる。途中から全員を裏切るストーリーにもできる。ヨシオさんのサムライ動派でどうサムライになるやろな。生配信の動画違います。生でもなんか自分的には全然伸びない感じがするんだけど。じっと見てました。わら。あ、全コブさん、あ、そうなんですか。あ、いらっしゃったんですね。そうそう、誰もいなくてね、ニノカさんとりあえず来てくれるから、とりあえず続けなくちゃとかって思ってやってたところ、節はあったんだけども、でもね、なんかこう、習慣的にゲームは楽しいんだからね。今は帽子をガン見してます。帽子じゃねえよ。猫ガン見して、毒図なストーリーもできるし、毒図って、毒図に方に、下道侍、毒図の方に誘導しないで、ちょっと。普通、正統派、戦闘派。つうか、全コメさん全然最初喋れてなかったよね、俺。何にも喋れてなかった。リノッカさんとの会話だけしてるみたいな感じだったよね。リナさん、鬼になって娘を泣かして170万再生。一発屋です。一発屋なんだ。鬼、あ、それ、サムライドのやつ？それはできないな。170万いかないよ。志村城さん、サムライドーはこじんまりした箱庭のオープンワールドゲームって感じであります。プレステ2と PSP の両方1と2を持ってるのです。PS 版は俺持ってんだけど、 PSP 版もあるんだ。
PSB 版のやつとかってなんか結構あれだよね、プレス2で成功試合するとレア価格。ドラクエやめて、サムライドウ今からやって、やんねえよ、アルミラージさん。てかこのサムライドウってゲームは私が辛口披露したプレステにて唯一 3D のゲームで面白いと思ったゲームです。初めてプレイしたら最後に点数出ますが、いきなり75点でサムライ王になれました。あ、そうなんです。アルミラージコウスケさんがおすすめするので、ね、アルミラージさん、結構ポータブルのハリマスターなので画面綺麗です。あ、そうなんだ。 PSP の方とかって結構プレネつくからね、結構値段高いんじゃないですか。ケイケさん、コウさんすごい、サムライ王、ジョロさん、サムライ王すごいね。そろそろ他の候補路入ってきます。そろそろ他の、アルミラージさん、ケイさん、アルミラージ派天才ですからね。よくわかんないな、ケイさん、アルミラージは天才ですからね。デン、コベさん、テリー終わったら土曜日枠かな。あ、なんかちょっと別途にやってもいいけど、イルルカとかもあるけれども、どうなんだろう、10時間ぐらいだったらちょっとやってもいいかもしれないですよね。ちょっと皆さんの意見も聞きながら。サムライドウか、俺持ってたと思うんだけどな。 PSP 版は持ってないと思う。 K、K さん、すごい、主さん、アドバイスもらって、今からやって。今からやんねえよ、今からはやんねえよ。ジョロさん、今日は巨乳のことお風呂。今日は巨乳のことお風呂？なんだそりゃ、なんだそりゃ。アルミラージさん、私の言うと発生を助けるかで助けるけど、敵に寝返って取り立てイベでさらに裏切って敵を騙し討ちするルートでした。全、コベさん、猫侍っていうのもありませんでしたっけ？ミヤポンさん、わお、志村ジョーさん、PSP 派チュートリアルのお姉さんや、赤い服の大臣姉さんがプレステ2より綺麗に感じたな。ナクソさん、ま、一応言っておきますが、ハッサン武闘家終わってるよ、わら。リノッカさん、ハッサン武闘家終わってるの、ほとんど誰も知らないゲームやってみたら、わお、誰も支持できない、PSP 派チュートリアルお姉さんや、赤い服の大臣さん、テレ東の猫侍や、綺麗に感じた、リナさん、美女なら、ハッサン終わってる、ちょっと確認しますね。一度ほとんど誰も知らないゲームやってみたら誰も支持できない。ケイケさん、きついわ、きついわ。テレ東の猫侍、あー、なんかそんなのありましたっけ。美女なら、美女なら、旗洋服、何の話だ。あ、侍だからね。ちょっと待って、ハッサン終わってる、ハッサン終わってる。全、コベさん、ほんとだ、残念、ほんとだ、わら。あ、ハッサン終わってんの、ハッサン終わって、え、ハッサン終わってんの。アルミラージさん、ちなみにサムライドウ4の予外派男キャラも予外できる、時代が早かった。残念、残念、旗ヨーク的に。サムライドウ4の予外男キャラも予外できるが、時間、時代に早く、ゲームはね、ミヤポンさん、旗ヨーク、福岡に移住してんのね。あ、そうなんだ。旗ヨークのヨークはあれだよね、あのニューヨークを目指す男になるってヨークにしたんですね。予売できるって主さん向けですな。俺ね、あれ人見知りだから予売なんかできない。全、小部さん、ああじゃねえ、アルミラージさん、藤岡弘みたいな顔のキャラモデルが藤岡弘も予売できます。やめてそういうの。江戸のあたりとか、あの戦国時代とか普通にね、岩礁とかいたからね、そっち系が全然 OK だったんでしょ、なんか社会的に。アルミラージさん、難色派普通だったからね、仕方ないね。そうだね、なんかケさん、ますますゲームやってドラクエ中断、たしなみみたいな感じで、ますますゲームやってドラクエ、ドラクエだよ、ドラクエが中心だから、ここドラクエしかないから基本ドラクエ中心、そこまでパワーがないのよ、わしの配信。アルミラージさん、持ってるのサムライドウ何作目？おい、ちょっとあんまりちょっと調べてない、ちょっと見てみますよ、ちょっと。皆さん、何作目持ってんの？ごめんなさい。ドラクエ 1% も見てませんでした。ドラクエ見て、ドラクエ配信だから、ここ。
あのコメント欄はアルミラージさん、2が最も評価高いガニの正規ストーリー泣けるぞ。あ、そうなんだ、へえ。スリーやるとしたらワンツー、アルミラージさん、皆さんそれ正解。正解じゃねえなの。コメント欄もドラクエ風にしたから、ドラクエの雰囲気に浸ってください。皆さん、ですよね顔。ですのよじゃない、ですのよじゃない。ケイ、ケさん、やっぱ、帽子に限ります。帽子じゃねえよ、猫。サムライドウハニカさんがおすすめ。ニカさんがおすすめ、1からじゃないの？口笛ほんと早いね、これね。すげえよ。リノッカさん、桜大戦で全キャラ攻略しようぜ。桜大戦やってみたいんだけどね。桜大戦じゃでも人集まんなくない？そんなことないかな。桜大戦やってみたくて、一応全シリーズは揃える方向でやってるから。今日八笛使ってるんですね。そうそう、やり方を覚えた。アルミラージさん、クリアするごとに衣装やアクセサリーがもらえるのですが、何回もクリアすると全裸に近いキャラだったり、股間に白鳥みたいな変態侍でプレイできます。それ売り文句っていうか、アピールポイント。ミヤポンさん、桜大戦挫折した。シミュレーション RPG 波動も苦手です。スドガンダム流行るけど、わら、稲さん。チブエ、初めて私が来た時からアルミラージさんがずっと言ってました。ケイ、ケさん、白鳥、主さんにぴったりバイじゃん。アルミラージさん、なんなら全身猫の猫侍でもプレイできます。ウサギもな。なんだろう。シミュレーション RPG なんだ。アルミラージさん、皆さん、ね、この配信者アホですからね。ほっといて、もう、白鳥さん、主さんにぴったり場合じゃん。違うわ。全身猫侍、おー、それね、猫の猫侍がいいよね。この配信者アホですから、ほっといて。すげえなぁ、輝く息。アルミラージさん、ただサムライドウハ作曲がエーガルロケンの作曲家と同じで、曲もサムライ的でいいのです。ああ、そうなんだ、それはいいよね。雰囲気がね、音楽もね、結構重要だよね。でないとその世界に浸れないからね。ゲームなんか特に重要だよね。皆さん、多分ですけど、数年後そうなるお年頃なので、大いにお助けします。笑い。多分なんですよ、数年後そうなるお年頃、大いにお助けします。何の話だ。地方的な感じ。まだ大丈夫だと思うんだけど。アルミラージさん、正規のルートのストーリー派、大体敵だった勢力が助けてくれて、真の諸悪を討伐するルート、これ男性ならまず好きなストーリーと思います。大体敵だった勢力が助け、おお、真の諸悪を討伐する、あれ、なんか倒した敵が仲間になるみたいな感じ、あのジャンプ的な感じの流れ、ジャンプマガジン的な王道コースだよね。片山博美とかね。
OK、ケさん、早くプレイして。早くプレイして。早くしないよ。つか、持ってるのちょっと確認しなくちゃいけないし。テリワン土曜日だから、テリワンの日にちとかかな。テリワン終わってからだよね。やるとしたらね。でも、イルルカとかもあるわよな。サムライド面白そうだよね。アルミラージさん、ストーリー派大体3つの勢力が3組で睨み合ってる状態です。しかし本当の黒幕を見つけてそれを協力して戦うストーリーに持っていけるかのゲームです。あ、3組なんだけども、黒幕が3組にしてるみたいな感じなんだ。で、その、なんか3組状態にするやつを見抜いてみたいな。すいません、巻き戻してみてました。格闘王になったのはテリーでした。志村嬢さん、サムライドは定期的にやり直したくなるゲームです。私ももっとチャンバラシーン上手けりゃ楽しいのにな。稲さん、チャンバラシーン、ファミコンジャンプにもやってほしいです。アルミラージさん、何回もクリアしてやり直して正規のルートにたどるゲームです。あ、そうなんだ、ちょっと待って、ちょっと待って。テリーが、ま、ほんとだー、テリーか。ナスさん、すいません。ありがとうございます、ありがとうございます。志村嬢さん、テリー何でしょうか、これ。サムライウエスタンも持ってる。持ってるね、サムライウエスタン持ってる。プレステ2でピックアップレンズ交換したけど、ドブドが読み込めなくて切なかったので、早めに失礼します。皆さん、おやすみなさい。あー、ダメだったんですか。あれだね、ドライブ周りのあれだね、コンデンサーがちょっと。アルミラージさん、一つ言えるのはヨシオさん、おそらく4の小暮人雷ってキャラ好きだと思います。皆さん、あ、いつか自分でやります。あ、そうなんだ。ドサンコさんの、多分コンデンサーの容量抜けもあるかもしれないですけども。ドサンコさんおやすみ。皆さん、おやすみなさいませ。プレステ2って、お疲れ様。交換しなくてもいいコンデンサーがあるんで、ちょっとまたそちらは、別な機会だったらお伝えしますんで、なんかあったら聞いてください。多分容量抜きだと思うんですよね、コンデンサーの。ピックアップレンズ交換してなるのかな。ドサンコさんお疲れ様でした。リノッカさん、CD 派読み込めますかね？あ、CD、そこら辺もね。ピックアップレンズか、容量、コンデンサーの容量抜けとかもあるからね。皆さん、チート使えないですよね。そうそう。でもね、なんか CD 持ってるんで、チート使える CD 持ってるんだよね。ちょっと待ってください。拾ってないコメントが。あ、いつか自分でやります。何の話だ。ファミコン、あ、ファミコンジャンプ2ね。もうやりたいんだよね。俺、ファミコンジャンプ自体もやったことないし、ドサさん怒って寝ちゃった。ね、怒ってないよ。おやすみなさい。チート使える、あー、まあね、チート使えないよね。CD は読み込めますかね。そこら辺もちょっとね。CD 読み込めなら、ピックアップレンズ不良だよね。の可能性が高くなってくるけど。多分ね、ドライブ周りのところに関係する、コンデンサーが抜けちゃってると思うんだけども。アルミラージさん、プレス小暮人材、見た目固めで無口な殺し屋みたいな感じですが、飯屋でたくあんと目指しが好きで作戦もクールな感じだから考えてるのかと思ったらゴリ押しでやろうとしたり、そういうキャラです。あ、そうなんだ。小暮人材、そういえばなんか誰かが足してたから転職しなくちゃいけないのか。ナソさんから俺してもらったんだよ、そういえば。リノッカさん、うちのモウス型プレステ2派ドブドゲーム読めなくて CD ゲーム派読めた。アルミラージさん、あ、そうなんだ。ヨーハーホ、ヨーハーホ、そうなんだ。多分 CD 読めて DVD 読めないな、ピックアップレンズ交換すれば早いと思うんだけども、両方読めないとなるとコンデンサーの容量抜けとかあるよね。リノッカさん、ドブドは DVD を覚えました。ドブド、リノッカさん DVD、 あー、すいません、あざます、あざます。
誰だったっけ、テリーか。志村城さん、サムライドウさんはアップデート版を持ってるけど、無印版も欲しいなー。あーね、まあアップデート版の方は長あの値段つくけどね、高くなってるけど。ミヤポンさん、パッケージとか、ね、CD だけ読み込む場合はピックアップの出力調整で DVD 読めるようにしたことあります。そうですね、CD だけ読める場合には多分出力とか足りてると思うんで。アルミラージさん、3が一番自由性高い感じ。サムライドウ、まあ、でもあれなんだよね、なんかプレス2って調整するの結構大変なんだよね。なんかコウスケさん、3が一番自由性高い感じ。あーちょっと待って、ちょっと待って、テリー何にすりゃいいんだ。テリー何にしたらいいんだ、これ何にしたらいいんだろう、これ。こっからさ、ハッスルダンスは遠いからね。魔法使い僧侶か。リノッカさん、分解して調整して戻しての繰り返しが面倒。そうそう、すんげえ大変だね。志村城さん、3は1作目より自由なのか。ミヤポンさん、魔法使い、魔法戦士。あー、魔法使い、魔法戦士か。そうだね、そうだそうだ、それがいいや。アルミラージさん、サムライドウはみ出て配信者の性格がわかり笑えるゲームなので配信向けです。あ、クリアも短く繰り返すなので、リノッカさん、ね、マジックナイト。マジックナイト、なんか西洋って西洋ゲーム的な感じの響きだね。他に変わってない誰かいるかな、強さ。ドラゴンさんをまだ遊びに目指してるからね。魔法使い。アルミラージさん、自由性派さんですね。ストーリー派に。それって1からやるっていう流れは変な感じなの？あれちょっと待って、バーバーさん、アニマルマスター、あ、まあ、全然皆さん、今やったから。グラセフチックです。グラセフチック、ヌシアはあれだね。ミレイユさんがもうはぐれメダルは何なんだっていうのか。アルミラージさん、つながりがあるといえばあるが、バラバラにして問題ないです。あ、そうなんだ、へー、面白そうだね。ちょっとすげえ興味湧いた。リノッカさん、バイオやろうぜ。アルミラージさん、バイオもやりたいのよ。バイオもやりたい。ジェルダ知りませんが。ゼルダ、あ、そうなんだ。バイオもやりたい。なんか全然やってないのよ。3までやったんだよね、昔ね。もうその後やってないのよ。だからバイオもやりたいんだよね。いろいろゲームやりたいのよ。ジャンカーではあるんだけども、基本的にあのゲームやりたい。アルミラージさん、剣技と選択肢があるモンハンですね。イナさん、あ、ドラクエまた見てなかった。見て、ドラクエチャンネル。アルミラージさん、ドラクエソロのモンハン。見て、見て、見て。ソロのモンハン、ソロのモンハン。あ、そういう感じなんだ。剣技と選択肢があるモンハンです。あ、そうなんだ。リノッカさん、息抜きに1、2週間で終わるゲームやってもいいかもですね。あ、そうですね。ちょっと終わったタイミングでね。あと、なんだろう、あの、ポートピア連続殺人事件とかやりたいじゃないですか。アルミラージさん、モンハンより操作性が良くかっこいい技が多い。あ、そうなんだ。ドラクエ、どうしよっか、これ、6割って7に流れてもいいんだけども、なんかポートピアとかもやってもいいと思うんだけども、どうですかね。イナさん、ダークドレアムには行かないです。ダークドレアム、今日は行けないですね。今日は行けないですけども。
ポートピアもいいね。ポートピアやりたいね。オホーツクとあと何だっけ、もう一個あんだよね。MSX のあの堀井雄二三部作のやつ。あそこら辺やってみたい。すみません、ちょっとトイレ行ってきますね。で、あと飲み物もちょっと行きますので、少々お待ちください。リノッカさん、軽井沢誘拐案内。でも誘拐案内なんですか。ちょっとそれもやってみたいですよね。ナッソさん、離席します。軽井沢ですね。わら。志村城さん、トイリ。リノッカさん、昔のアドベンチャーいいよね。イナさん、15。リノッカさん、アーサー伝説とか。リノッカさん、あの頃は山下明が全盛期か。イナさん、レアですねあ、すいません、お待たせしました。なんだろう、軽井沢誘拐案内、軽井沢、皆さん知ってるんですね。トイリ、昔のアドベンチャーよ、やってみたいよね。アーサー伝説わかんないな、アーサー伝説わかんないな。山下優が全盛期か、よくそこら辺わかんないね。バイオ戦士であって戦士団とかミラクルロッピとかして、わかんない、それわかんない。ハリーフォックスもいいね。わかんない、それわかんない。6終わったらポートピアやりましょうか。ポートピアやりたいんだよね、すっげえやりたいんだよ。ポートピア6終わったらポートピアやります。連続殺人事件、なんか猫が潜っちゃってないこれ。あ、そっか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 、この画面出しちゃってるから潜っちゃってるのか。アルミラージさん、オッケーオッケー。サムライドやれ。ミヤポンさん、サムライド、ポートピアやろよ。システムのデッドゾーン、わら。デッドゾーン、なんかそれ。サムライド殺人事件、違うよ。ナッソさん、良いですね。ポートピアやろう、ポートピア。前から言ってたのよね、ポートピアやりたいやりたいって。オホーツクもね、軽井沢は知らなかったんだけど、そっちもね、流れ的にはね。ただあれ、ドラクエの合間だから、ドラクエ6終わって、ポートピアやって、ドラクエ7やって、その後、オホーツクやってみたいな感じ。デッドゾーン。はじめにた昼やつ。はじめにた昼やつ。なんだろう、それどういう意味なんだろう。デッドゾーンやばいやつなの？なんか俺持ってたよ、デッドゾーンって。リノッカさん、死ねるやつなんだ。ダヒル、ナッソさん、ファミコンしか知らないので楽しみですね。ファミコンしか知らないので楽しみです。なんだろう、サムライドの話かな、それは。
とりあえず6終わったらポトピやりましょうよ。ポトピそんなにかかんないよね。2、3日ぐらいでクリアだよね。あれストレートで物語進んだら1時間ぐらいでしょ。あれだってミヤポンさん、最初が難関のデッドゾーン。あ、そうなの。最初がダメなんだ。デッドゾーンはやらないと思うけど。あ、ポートピアですね。ポートピア、ポートピアね、ファミコン版しかないね。ファミコンしか回らない。イノッカさん、知ってれば早いと思いますね。知ってれば早いんだよね。でも全然忘れちゃった。アルミラージさん、すんげー昔にクリアしてる。もうみんな犯人はやすって知ってるやろ。知ってるけど最初からやすだったってね、白状しないからね。追い込んだから言うといけない、いけないから。リナさん、デッドゾーン、ゴミ箱みたいなところから始まります。懐かしすぎます。面白いな。ミヤポンさん、ドラクエでこの調子なんでポートピアやっても事件解決に導けないと思う。わら。そこはあれですよ、皆さんですよ、皆さんですよ。まあ、コロンボみたいなもんだ。皆さん、皆さんに、あれ多分ね、たどり着けないのはミシシッピーとか無理だと思う、多分。あれは無理だよ。ミヤポンさん、わかんねえ。手ぶん投げそう、わらわら。教えろよとかしてブチ切れ出しますからね。大丈夫かな。アルミラージさん、記憶力と洞察力ない吉尾さんにとって最も相性悪いゲームやろ。え、でもポートピアも昔中学生とかそこでねクリアしてるからね。さすがに中山美穂やりましょうよ。あ、中山美穂ありま、あるよあるよ、もう買ってあるよ。子猫物語とかもあるよ。リノッカさん、アンチョコあるから大丈夫じゃね。まあね、調べられるからね。あとはあの昔物議を醸した水晶のドラゴンとかもね、あれ結構面白いんだよね。普通に皆さん、チャトラン笑い、チャトランね。映画見たけどさ、久々に映画見たんだよ。アルミラージさん、ときめけんメモリアル、ときめけんメモリアル。子猫物語、映画見たんだけど、若干虐待だね、あれね。若干じゃねえかな。ダメ、撮影がダメだよね。リノッカさん、南極物語も見ないと。わら、アルミラージさん、滝のシーン勝ちで猫殺してるからな。え、死んでるの？マジで？おいね、あれ見ててね、ダメだと思ったよ。ミヤポンさん、そうそうそう、ゴミ箱みたいなところから抜け出せなくて泣いて書き換えに行った子供たち多数だったとか、デッドゾーン。アルミラージさん、あれ当時 3D 技術ない日本で、あれ 3D でできたら次元おかしなる。あなんか途中で成長しちゃって2代目3代目とかになっちゃったとかは話は聞いてたけど、死んでるの？ダメじゃない、なんかそれ。リノッカさん、くぐくぐ。アルミラージさん、あの滝のシーンでガチで猫掘ってるやないかって私の目から見ても思った。あー、ね、リノッカさん、くぐは CG を覚えました。あ、リノコさん、ありがとうございます。ナッソさん、デッドゾーン頑張ってやってたけど最後のパスワードで積んだ、わらわら。リナさん、デッドゾーンほんま壁とか迫ってきましたからね。当時の私は怖すぎました。子猫物語派、この物語はやったことない。とりあえず買ってみた、昔の思い出で。映画館見に行ったらすげえ人気でさ、だからあれだけ有名なムツゴロウの映画がテレビで全く放映されなかったからな。
皆さん、面白かったですがディスクはクソゲーでした。ディスクはクソゲーなんだ。父親に頼んで妹と一緒に見に行ったよ。これがアルミラージさん、普通なら子猫物語派テレビで放映されてもおかしくないからな。そうだね、本当はね、名前からしたらさ、ほのぼの的な感じだけどさ。アルミラージさん、中身が、ね、放映されないのが答え。中身がね、なんか見てみたらこれは無理だろうみたいな感じだったよ。なんで普通にほのぼの子供のこと見てたのかが不明なんだけども。アニメとか物語的な感じで思っちゃったな。ナッソさん、最後ねー、あれ気づいたけど計算間違って私も積みました。わら、友達に教えてもらってクリアした。皆さん、んシャトラント、あのブルドッグ、アルミラージさん、当時の日本の CG 技術であれがクグならオーパーツ。当時の CG 技術、あれが CG ならオーパーツ。本当のところどうなのかね。ナッソさん、私も10年越しで解けた時は感動しました。読みやこんさん、10年越し、10年越し、10年越し。アルミラージさん、あれでムツゴロウが虐待の話が出てムツゴロウ王国もナイフンもあってなくなったからな。まあ、なんかちょっと軽あなんかあもうそういうのもあんのかね。なんか放映権がね、なんかテレビのフジテレビとの契約も切れちゃったんだよね。でムツゴロウ王国があのフジテレビの方の放映のお金で運営されてたからね。もしかしたらちょっとそのなんかその問題もあったのかね。なんかちょっとあれだね、昔ながらでも演奏しましたもんね。それは感動しますね。わら、ってことでポートピアの後でもいいのでデッドゾーンもやってください。デッドゾーンはあのデッドゾーンはかなり候補的に後ろじゃない。やばいよ、なんか聞いた話の段階で。今ポートピアオホーツクとあとなんだ、なんだっけ、軽いぞ。アルミラージさん、金で揉めまくってムツゴロウ王国が続かなくなったのや。そうだよね。まあフジテレビの放映権のお金がなくなっちゃったからね。毎あれなんだ、もう削り的に休みましたからね、番組のあの頃ね。リノッカさん、タイムツイストも隠れた名作と聞きますね。タイムツイスト、ミヤポンさん、堀裕二さん不作の後でも、皆さん、デッドゾーン破壁に潰されて終わります。笑い、何回やり直したことか顔やが笑い。放送じゃやんないっしょ、さすがに厳しくない。アルミラージさん、ムツゴロウが亡くなったわけでもなく王国派そのままなのにフジテレビがしなくなったからな。やっぱあれだね、この子もあたりのこうね、あったのかもね。当時でもね、なんかいろいろと記事載ってましたもんね。なんか今でネットも検索もすると出てくると思うんですけど、神業になった、アモスさん神業なった、まだか。アルミラージさん、子猫物語の虐待騒ぎからなくなった、あれはな。志村嬢さん、ムツゴロさん、ね、虐待の話はやはり本当だったのか、残念。
ちょっとね、あの映画見る感じでは、これはダメじゃないって感じだよね。今の時代だとあんな撮影は無理だよね。あれは無理だと思う。川のところにこうね、なんかちょっと溺れる的な雰囲気とかもね。ナッソさん、タイムツイスト、わらわらま、歴史で遊ぶゲームですね。草時空の旅人より面白いと思います。ダブル同じ歴史扱ったゲームでは。時の旅人？時の旅人、火の鳥とか、ガオあたり。ほうで。時の旅人は、アルミラージさん、あの映画の滝のシーン、はい、逃れ無理やろ。あの CG 派投資できる技術が日本にないからな。あつーか、ダメだよね、あれ。アニメーションだったらいいと思うんだけど、実写でやっちゃダメだよね。アルミラージさん、当時の日本の CG 派ガバガバだからな。全体的に見てみてダメだと思ったよ。他のところもね、全般的にダメだと思う。おっと、ちょっと12時越したんで、そろそろあれだね、ちょっとスキルを確認して今日は終わりにしましょうか。ちょっと昨日はね、ちょっと遅くなっちゃったんでね、週後まで。遊び人が6。まあドラゴンさんはね、皆さん、私が見たはずなのですか、記憶がほぼないのですが、ディスクのゲーム派所持してて、子供ながらに思った感想派、空想ゲーでした。アルミラージさん、ナメネコもヤクザのしのぎで虐待でスタッフが泣いて内部告発されたしな。ナメネコのヤクザのしのぎで、あ、そうなんだ、それも嫌だね。あ、魔法使いが育ってる。アモスさんが盗賊、盗賊がなればスーパースターで OK だよね。スーパースターでレンジャーか。魔物使いは、これは適当に育ててる。バーバルさん、テリーは魔法使いで魔法剣士目指してる。剣士なんて破壊の鉄球持ってるからね。ゲント族のこの子は遊んでる。踊り子。ミレイユさんも、あ、ミレイユさんはあれだね、スーパースターもう6になったから OK なんだよね。まあね、まあはぐれメタルとスーパースター育ててみたいな感じだね。で、ヨシオはアルミラージさん、あんな特攻服着させて無理なポーズさせてたのだからな、考えたら異様だわ。あんなの無理だよね。猫かって言ったら分かるけどね。じゃあ今日はこれでちょっと終わりにしましょうか。昨日ちょっと遅くなったので、ダメー、今日これで終わりにしたいと思う。ダメーじゃないよ。もう寝ましょう。12時超えたんでね。じゃあちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。 笑とかす、ちょっと待って、別のところにちょっとセーブしとこう。リノッカさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナッソさん、お疲れ様でした。ミヤポンさん、おつでした。あぶねえ、なんかロードになったら、ロードしたと思った。おやすみなさいませ。リノッカさん、リノッカさん、そうそう、危なかった。お疲れ様でした。ナッソさん、アルミラージさん、昔の日本のテレビプロダクションならやりそうだわ。ベッテンコさん、お疲れ様でした。ミヤポンさん、危な、わら、そうそう、宮本さん、危ない、ちょっと危なかったね。また消え、一生懸命積み重ねたから消えちゃうところだった。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。アルミラージさん、ロード13章、ロードやめて、13章とか。じゃあおやすみなさい。ではまた明日もちょっとレベル上げられるので、ということは、このペースだと今週いっぱい、ドラゴンクエスト6ですな、わら。そんなでも
もないんじゃないですか。途中ぐらいでクリアできそうなんけど、ダークドリアもね。皆さん、今日は30分後開始です。え、30分後開始じゃないよ、もうおしまいです。好きな食べ物派なんですか。おしまいです。明日も、OBS 全部なんだろう、アンインストールしてもう一回組み直したんで、明日もスムーズにスタートできると思います。皆さん、嫌いな食べ物派、好きな食べ物は、なんだろう、好きな食べ物はアルミラージさん、ウニ、トビッコ、トビッコ好きです。嫌いな食べ物は、嫌いな食べ物そんなにないんだけども、イカの塩辛とかあんまり食べなくてみたいな。皆さん、好きな場所派、ウニ、トビッコ、ウニも好きですし、トビッコも好きです。好きな場所はウニかな、ウニが好きだね。海見てると時間忘れます。皆さん、美味しいですよね。そうですね、あれ美味しいです。トビッコが結構好きなんですけど、あんまり食べれる場所がないので、なかなかあれですね、食べれるところだったらバクバク食べちゃうんですけども。ミヤポンさん、終われない、わらわら、終われない、終われない、終わりますよ、終わりますよ。じゃあこれで今日は終わりにします。もう12時越しちゃったんでね。じゃあおやすみなさい。ではまた。